腹が減ったわー。なんか動画の冒頭毎回それ言ってね。私らは訳あって、セミリアの家に無断で居候している。インクリスマス。もうクリスマス終わったけどな。クリスマスもこんなひもじい思いするなんて。いやいや、そこにリスナーさんからのプレゼントあるじゃん。これをどうしろと？鉄分不足だと思うので、鉄パイプあげますね。なんてクリスマスだ。それもこれもうちらが働いてないせいなのではないか。あ、やっと気づいた。ちなみにうちらの顔面も変わってるの気づいた？それはなんか薄々感じてました。薄々なのかよ。仕事、今からでもできる仕事。お？これなんかどうだ？部屋のライトを消すだけの仕事。給料は弾むってよ。なんか怪しくないです？クリスマスだからきっと人手不足なんだろ。これでクリスマスに鉄パイプ食べるなんて事態は避けられるんだからいいだろ。え？それうちらも行くの？当たり前だろ。3人で働けば給料も3倍だ。なんでクリスマスに働くことに？私素振りの練習しなくちゃいけないから無理ですわ。そんなもの振り回すな、危ない。じゃあ早速出かけるか。それ着脱式だったんですか？今日はここの警備をお願いします。なんかやべえやつ登場したな。3階まで電気がついてないか確認したら帰っていいですから。はい、わかりました。じゃあ挨拶の練習から。え、挨拶必要あります？いらっしゃいませ、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 うん、いいね。挨拶必要ありますかね？きっと役に立つから。え、消えた？ということで今回はライトを消すだけの高時給な宿直というフリーゲームをやっていくぜ。ホラーではないことを祈ってる。あなたには今夜、弊社で宿直のアルバイトとして働いていただきます。業務内容は簡単です。募集要項の通りライトを消すだけ、です。オフィスのライトがついていたら、ただそれを消してください。でもご安心ください。時給の高さは保証します。こちらも募集要項の通りです。弊社ビルは3階建てです。そのすべての階をあなただけにお任せします。では、よろしくお願いしますね。わ、びっくりした。エレベーターの動く音にびっくりしないでくださいよ。悪い悪い。さ、仕事始めるとするか。暗い。ちょっと待ってくれ、暗すぎだろこれ。そりゃ深夜のビルなんてこんなもんですよ。ビビることなんてないですよ。めっちゃビビってんじゃん。てか鉄パイプ持ってきたんか。いや、マリサしっかりやって。遊びじゃねえんだぞ。わ、わかってる、わかってるけど、あ、足がおぼつかないんだよ。右側に扉がありましたよ。おい、右クリックすな。な、なんせ初めての仕事なもんで、これは電気がついてないからオッケーってことなのかな？じゃあ先に進むぞ。なんだこれを3階まで回れってことですか？猿でもできるバイトじゃないですか。それはつまり自分は猿と同類だと。ほ、ここもついてないな。そうだよ、深夜のビルに電気なんかついてるわけないんだよ。万が一ついてたとしても消し忘れですよ。そうだよ、きっとそうだよ。あんたらなんか自分に言い聞かせてない？ほらここもついてない。マリサさっきの挨拶の練習の成果が出てますね。挨拶は基本中の基本だからな。しっかりとやっていくぞ。いやきっと消し忘れだ、消し忘れだ、消し忘れだ、消し忘れだ。はい、お仕事完了。中に誰かいたらどうするんだよ。こんな時間にビルに忍び込んでるやからなんて関わらない方がいい。お、稲の会話か。いいねー。いや私はちょっと気を紛らわせようとしただけで。ここで行き止まりか。ちょっと休憩して。いらっしゃいませ。挨拶は基本中の基本だからな。きっとクリスマスの仮装した人だ。もうクリスマスは終わってんだ。撮影日はクリスマスなんだよ。見てる人お前の顔にもびっくりするから。うちらクリスマスで浮かれてねえから。誰か氷でも割ったかな？そんな生優しい音じゃなかったぞ。外は氷点下だからなぁ。え、誰か近づいてきてる？違う、どこかで誰かがスポーツスタッキングしてる音だ。そんなわけあるかい。止まった。これ絶対後ろにいるやつですよね。いいか？私は絶対に後ろを振り返らないからな。でも後ろにスポーツスタッキングしてる人がいるのかも。それはそれで怖いのよ。とにかくエレベーターまで急げ。もうエレベーター乗るのも怖いですよ。え？てかここ出口は？え？一階なのにエレベーターから降りてきたよな。しかも奥は行き止まり。きっと地下があるんだな。お前の脳みそネルネルされた。それよりお前ら振り返るからな。ふぅ、セーフ。バイトしててこんなに後ろ振り返るの怖いことあるか？いやだからエレベーターの音怖いのよ。いやこのエレベーター開くときも怖いんですけど。とりあえずは大丈夫のようだ。え？誰か SM プレイしてる？おいやめろ。さっき窓際にいた人が女王様なら納得できますね。できねえよ。あんな不気味な女王様いてたまるか。はい、入ってまーす。でっかいトイレだな。ここから音がしたのか？だ、誰かいるんですか？容赦なく消していきますけど。やめてくださいよ。勝手に電気消したことは謝りますから。なんだっ、わー。もうびっくりしすぎてマリサが帽子だけになりましたよ。ここからは、帽子がバイトをこなしていきます。じゃなくて、さっきのは何かな？いやだからやめてくださいって。ちょっと暴風が吹いただけだろ。無理。もう一歩も動けない。まあ問答無用で動いてもらいますけどね。鬼、いやきっとさっきのは驚かすのが好きなただの女性ですよ。
今エレベーターの止まる音がしたような。きっと驚かせに来ようとしてるだけですよ。思い返してみてくださいよ。あの人さっきから目の前でグワーとか言ってるだけですから。そうだよな。きっと驚かすのが好きな女王様だ。女王様から離れて、いざとなったらこの鉄パイプもありますし、リスナーさんそんなつもりで送ってきたんじゃないと思うんだよな。おい、そんなことより窓だ。いや、今度は何もないんかい。そりゃここ2階ですから、女王様だって空は飛べないですよ。早くエレベーターに戻ろう。なんかドンちゃん音はしてたが無事に戻ってこれた。次は3階、次で終わりだ。これが終わればクリスマスパーリーない。隠蔽、10年前、私、告発、殺された、犯人社長役員、他の奴らも加担した、絶対に許さない。お化け？お化けなんてこの世にいるわ。ここトイレじゃないですよ。間違ってるんじゃないですか。トイレじゃないことに気がついたかな。エレベーターってトイレに似てますもんね。似てねえよ。きっと切羽詰まってたんだよ。絶対にお化けだってことは認めないわけね。だって今までの行動全部人間でもできますもん。ぐわーって脅かして、エレベーターどんどんするだけなら私でもできますよ。そうだよ。何一つお化けらしいことしてねえじゃねえ。故障かな。これも人間の仕業だって。これはあれだ。不運な事故だ。なんかふんふん言ってますけど、それだって人間にだってできるさ。エレベーターのドア叩いてふんふん言うだけなら私でもできるぜ。はい。飲みすぎて吐きそうなんじゃね？そうか、おえつか。なんでそうなるんだよ。やっぱりトイレと勘違いしてるんですね。でも不運な事故のせいで閉じ込められちまったな。いやー、不運な事故ってあるもんなんですね。停電とかなのかな。復旧するまで気長に待つとするか。何ですか、そんなに私ら驚かせて楽しいですか。開いた。いらっしゃいませ。ここであの挨拶が役に立つとは。とにかくエレベーターが動いたんだから3階に行こう。いやでも言うてもさっきの逆さまだって私でもできますからね。どこに捕まるんだよ。足の裏にアロンアルファつけておけば余裕っすよ余裕。そうだよ。だからあれはお化けじゃねえ。きっと忍者志望の驚かせるのが好きな女子だ。だからあれは人間ですね。科学的にそれを証明できましたね。一つも科学的じゃない。ここだ。今のもまだお化けじゃないって言えるんですか？きっと水蒸気かなんかで女の人の姿だけ消えるようになってたんだろうな。まあ、科学的に証明しちまったな。私将来教授になるわ。君ならきっとなれるよ霊夢くん。そしてお化けなんてこの世には存在しないことを証明してくれたまえ。任せなさいマリサくん。頑張ってください。いやこの仕事もあと少しで終わるかと思うと少し名残惜しいな。絶対思ってないだろ。これはこのゲームの作者様の別芸だな。気になった人はぜひ遊んでみよう。さっき驚かせてた人も我々がなかなかリアクションが悪いんで飽きちゃったんでしょうね。うちら最悪のリアクションだったからな。わー驚かせる人なんて相手が驚いてなんぼですもんね。そうだよ。うちらじゃ驚かせ損だもんな。そうだね。題名は、森かな？見たまんまだな。そんなよりも早く仕事終わらせて帰りましょ。なんかここ空気悪い。いらっしゃいませ。本当に驚かせるのが好きな人なんだから。ドアの前に立ってると。自画像かな？自分大好きなんでしょうね。さっきまでこんなに自画像なかっただろ。いやきっと我々がドアに集中してる間に張り替えたんでしょうね。驚かせることに熱心だな。いや感心。これだけの自画像を私らが見てない隙に飾るの大変だったろう。これお化けかもしれない。マリサ、認めたらただ怖いだけだ。また何回だって。ホログラムだ。お化けなんかじゃないって。そうだよな。取り乱したわ。お化けじゃないって思ってるけど、でも、急ぐわ。全力全身で頼む。エレベーターって色赤かったっけ？きっと一瞬で塗り替えたんでしょうね。仕事が早すぎるぜバカ野郎。乗りたくない。でも仕事はこれで終わりだ。そうだよな。3階まで全部見たもんな。さあ早く地上に戻りまし。これは幸せの詩ですね。ポジティブもそこまで行くとアホに見えるぞ。エレベーターまでこの短時間で改造するとは。人間技じゃもう無理な次元だから。それとも担当の人4階建てだってこと忘れちゃってたのかな？そうだよよく見たら4階建てだもん。なんだこれで謎は全て解けたわ。無理ですよ、こんなんお化けいますって。お化けだよ、こんなんお化けの仕業でしかないって。ずっと気づかないふりしてたってのにさ。やっぱり最初から気づいてたんですね。なんだよこれ、進んでも自画像ばっかじゃねえか。助けてくれー。ヘルプミー。いやこれはきっと銃の悪魔のせいだ。チェンソーマンの見過ぎですよ。てか告発して殺されたってわた。すみませんでした。生意気なこと言ってすみませんでした。行き止まりなんだけど。あの窓、怖すぎませんか。手が。クリスマスにキスをせがむ女かな？あの出来事は夢だったのか、現実だったのか、気づいたら、この家に戻ってきていた。
します。